俺も今日から父親だ。おかげの名において里の家族を守る。四代目ほかげです。俺は波風みなと。二代目、三代目、私の前へ。おびと、お前だったのか。噂通り強いな。早めに止めるか、レイ。おい、やめてくれ、ロジャー船長。おでん、船長はお前の知識を必要としただけだ。おでん、やっちまえ。いや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 、何言ってんだ、改まって、船長この野郎。いよいよ始まる。マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。それが限界なら諦めた方がいい。我が名はマルドギール・タルタロス、冥府の王にして絶対の悪魔。我が輩はポー、探偵にして地の巨人。違うかね。物語の始まりはこうだ。これは勝負ではない、復讐である。真実を暴かぬ限り現実世界には戻れぬ。永遠に我が小説世界をさまようがいい。じゃあせっかくだから現地で会おうよ。ちゃんとユミタンにも紹介するから。そんな思いをするのは僕だけでいい。じゃあ僕のプロポーズ受けてくれるんだね、ユミタン。幸せにするからね。2手目、玉方は109号線をそのまま進んで梅の木。こんな海のど真ん中にもう1ヶ月もいるんだ。 STL ソウルトランスレーターさん、申し訳ない。いいか、キリト君、アリスという名の少女を探すんだ。その通り。核壁はどれくらい持ちそうだ。この連中はプロジェクトアリシゼーションの存在を知っている。知っての通り、我々はエリートのエリートによるエリートのためのエリート警察ですから、茶番はおしまいです。本当に呆れた人ですね、土方さん。仇なんて本当はここにはいないんじゃないですか。信じてよかった、友達がたくさんいて。と言いたいところだが、あともう少しだ。人には人の、神には神の。口を慎め、私は神だ。6000万ボルト、ジャムボール、1億ボルトバーリー、おのれ、不届き者めが。つつがなく、連邦の施設など借りなければよかったな。我々の被害状況は。数十位、何をしている。軍人を語るならば、まず命令を守れ。距離を取って援護だ。黙れ、潮時だ、引くぞ。と踏み込むぜ。さあって感じだ。分かったか、誕生日おめでとう、プレゼントだ。そうか、まあなんだ、悪かったな。そういう子供らしくないところが逆に心配なんだがな。悪いことをしたらまずはごめんなさいだ。どうした、なぜ何も言わない。